はようございます。旅2日目、今日は北海道上陸ということで、津軽海峡フェリー、のターミナルに向かおうと思います。まだ朝の6時前ですね。気温がマイナス5度ぐらい。この辺はね、もう路面が完全凍結しております。見えたぜ、今日のフェリー、でかっ。はい、ということで、うちは、スマートチェックインできないので、一旦ターミナルに行って手続きして、それからフェリー待ちといった感じでございます。まあ、この辺にいれば、まあ、時間になれば来いこの野郎という声がかかるはず。プライベートドッグルーム、すげえな。はい、残念ながらね、本当はこれ外にバルコニーがあるんですが、冬季閉鎖中ということです。さあ、ベッドというかソファーというか、ふかふかだ。テレビ付き。ケンちゃんがビビりながら、なかなか出てこないね。ケン、今回はプライベートルームだぞ。ケン、ちょっとね、プライベートドッグルームというのはどんなものなのかね、試しに乗ってみたくて。はい、こんな感じでした。では、函館まで4時間近い船旅といった感じでございます。さあ、プライベートドッグルームはですね、このベンチのようなベッドのようなのが2つありまして、で、はい、テレビがついてるんですね。で、その下に
プラズマクラスター付き空気清浄機が備わっていると。でティッシュもあって、洗面台も装備されております。でこれ何だ、あ、ロッカーもちゃんとあるんですね。クローゼットみたいのも、あ、なんかスリッパまでついてんじゃん、4人分。へえ。お、ちゃんとあの掃除するやつも装備されてますね。救命胴衣はここに入っている。なるほど。そしてさあテレビちょっとスイッチつけてみましょう。こんにちは。はい。選手部分が映りました。これあのさっきね、なんだ、前の方行った時もね画面に映ってたんですけど、まあ、それ以外にも一応 BS が見れるといった感じですね。快適。さあやってまいりました。また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 やってまいりました、北海道。行くぞ行くぞ。おお、全然雪ねえぞ見事に雪ねえぞ。いやでも天気最高だこれ、眩しい。さあ北海道上陸。来た、雪がねえ雪が全然ねえ、すげえ雪ねえ。はい、そんな感じです。で、今回はですね、函館は何も用事がないというかスルーして、で、あ、1個あったな、何でしたっけ、いつも行くとこ、いつも行くとこでちょっとお昼ご飯食べて、でその後もう宿に向かっちゃう感じです。今、11時23分か。うん、では向かっていきます。さあ着いた、ラッキーピエロ。お約束、ここに来ないと北海道来た気がしない。はいはい、行きましたよ。毎度毎度ね。あれ道間違った、まだ目的地は雪ねえと、こんな広いんだな、ここ。着いた、ラッキーピエロ総本店。気がない。でごちそうさまでして、やっぱりあれですね、チャイニーズチキンは美味しいですね。いや日曜だから混むわ混むわ、満タンですよ。さてでは雪のない北海道を走りながら、今日の宿はニセコなんですよ。スキーするわけじゃないんですけどね。なのでちょっとこのままニセコまでドガッとね一気に行こうと思います。右です。さあ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 、今ね絶賛北上中なわけですけども、雪溶けた、その除雪した雪というかが溶けて、でそれが凍ったみたいなのはあるんですけど、新雪的なものは一切ないですね。これちょっと北海道も山の方行かないとね、内陸とかね行かないとあれなのかな。まあしかしね天気が良くて、で
こう一見ね外の景色を見る限りあったかそうなんですけど、実はねもうこの午後1時ぐらいですよ。だけど気温は氷点下っていうね、寒いな寒い寒いな間違いない。で高速乗らずに下道でまったりまったり牧場中でございます。このやっぱり移動時間があるからどうしてもね函館初日ってできること限られちゃうんですよね。カメラ回ってなかったんですけどね、欧州の方の海外の、ね、方が嘘みたいにいっぱいいましたね。みんなスキーだな、スキー、スノーボード。左方向です。その先30メートルで右方向です。で、ね、こんな風にね、はい、でうちは間もなく左方向です。どこ？その先30メートルで右方向です。違うの、あれだ、見えた。そこだ。よし、着いた。まずはこの泉郷管理センター。あれ、駐車場空いてねえな。目的地に近づきました。ここ案内を終了します。ここまでの所要時間は2時間51分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。今回はエコ運転でした。橋がどれかすら分かんない。これロスティ。はい。ん？この隣。ステイ。ん？これか。ここ？ここだ。着いた。はい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 、着いた着いた。いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。